いけるんじゃないかってちょっと思ったんですけど、やっぱりリルのチームワーク半端じゃなかったんで、ちょっとしっかり負けました。本当にでも皆さんの応援のおかげでここまで来れたと思うんで、本当にありがとうございます。イエーイ。一方岩城キャプテン、いい試合でしたね。そうですね、お互い本当にリスペクトを込めてチームワークの大切さをお互い意識しながらできた最高な試合だったんじゃないかなと思います。次も頑張ります。ありがとうございます。お互いを高め合う両チームに皆さん大きな拍手をお願いします。それでは第5試合の準備に入ります。選手の皆さんはそれぞれのベンチにお戻りください。